はい、ですね、はじめまして、この動画はですね、この夏から電動キックボードを乗り始めた人たちにですね、自己紹介を兼ねてですね、動画を撮っているものなんですけども、これ、まあ、自己紹介じゃないや、なんていうか啓蒙活動とかそういう感じなんですけど、すいません。ですね、これ、特定小型原動機付き自転車ではないんですね。免許が必要な小型の電動バイクというかですね、電動キックボード。電動キックボードっていうとみんな免許がない、ね、特定小型を想像すると思うんですけど、これはそうじゃないんですね。これは普通にバイクです。立って乗るバイクなので、ナンバーがピンクナンバーですね。 125cc クラスですね。これ非常に高性能です。多分にスピードが出ます。ですけどもモード調整がありまして、パワーモードをですね下げることができます。なのでパワーモードを今回は一番小さい、まあ、弱い1に設定して、でしかもこれですね、前後二輪駆動なんですね。はい、その二輪駆動をシングルかデュアルで分けることができます。はい、でフルパワーモードのターボモード、それからですねエコノミーモードと分けることができます。今はエコモード、デュアル駆動と、せっかくモーターついてますからね、デュアルで駆動させていこうと思うんですけども、まあ乗り方的には普通の電動キックボードです。っていうかもうね、デュアルモードにするとパワーがすごい。うダメだ、シングルにしよう。シングルじゃないとこう狭いところで取れない。はい、で、まあこんな感じですね、普通に乗れるんですけども、オフロードタイヤを履いておりまして、なおかつですね、かなり、このサスペンション機構が非常にこうストロークがあります。なので今左側にちょっと空き地があるんですけど、ここ前駐車場だったんですけどね、今は草ぼうぼうです。はい、謎の植物がいっぱい生えてます。この植物もですね、一定期間経つと刈られてますね。はい、まあこうやってよいしょ、こうやってですね、オフロードをですねある程度こう楽しむことができます。はい、自然破壊ですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、まあこんなことができるですね、モデルで非常にこう楽しいです。レンジャーには向いてるんじゃないかな、ね、どこでも行けちゃうからね、これね。結構段差があっても、はい、今ね二輪駆動モードにしました。二輪駆動モードにすると結構ダーンと出るんですけど、かなりこう段差があってもですね、はい、登ることができます。はい、皆さんね、こういうところで遊ぶときは適宜足ついてくださいね。私今足ついてないんですけど、結構段差乗り越える際はですね、こういうところですね、こういうとこ結構足ついていっちゃった方が、まあ、安全ではあります。はい、はい、こんなことできちゃいますね。はい、かなり草踏み荒らしましたけれども、こんな遊びもできる電動キックボードの 010X ですね。通常普通にこう走るとですね50キロぐらい出ます。はい、なので普通に道交法に従ってですね、流れに乗って幹線道路を走ることもできます。はい、ただブレーキング等に関してはですね、ハンドルに体を預けてしまうとですね、容易に転倒しますので、中腰乗りですね、こういう足を広げたスタンスで乗っていただいて、後ろ重心、はい、後ろ重心でかけていただいて、ブレーキングや旋回の時は特に後ろ重心を意識して乗ってみてください。はい、というちょっと変わり種、私が一番好きな電動キックボードなので、ご紹介させていただきました。はい、もしですね、特定小型原動機付き自転車に乗ってですね、バイクの世界に興味が湧いたという人、もっと高性能 なキックボード乗りたいな、電動乗りたいなと思った人、ぜひですね、教習所に免許取ってください。今3日で取れます、最短 で免許取ってもらうと小型まで乗れますの でそれでさらに興味が湧いたら中型取ってもらって、今中型って言わないですかね、大型、普通っていうのかな、でその上の大型も取ってもらうとですね、バイクの世界が広がっていきます。はい、であとお願いなんですけど、
ライディングウェアですね、こうプロテクターこれ入っているものなんですけども、こういったものをですね、ぜひ着ていただけたら幸いです。はい、以上ホワイトベース二宮翔平でした。代わり種キックボード紹介させていただきました。ありがとうございました。